サポーターの皆様、本日は我々にお越しいただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。両チーム、勝ち点3コーナーが白熱した試合となるよう、サポーターの推し、声援を届けてまいりましょう。それでは、フェアプレーでみんな笑顔に、人権スペシャルマッチ、2016明治安田生命 J2 リーグ第14節、松本山の FC バーサス FC 町田ゼルビア。まずは FC 町田ゼルビアのスターティングメンバーを発表いたします。 FC 町田ゼルビアスターティングメンバー、背番号21ゴールキーパー高原俊康、背番号10ディフェンダー時田光平、背番号24ディフェンダー金尊敬、背番号37ディフェンダーカルフィン・ヨン・アピン、背番号19ディフェンダー松本亮太、背番号17ミッドフィルダー鈴木隆文、背番号6ミッドフィルダーリ・ハンジェ、背番号29ミッドフィルダー森村浩太、背番号8ミッドフィルダー矢沢達也、背番号30フォワード中島祐希、背番号9フォワード鈴木浩二。続いてリザーブの紹介です。背番号1ゴールキーパー内藤圭介、背番号3ディフェンダー畑中慎之介、背番号4ディフェンダー三木海、背番号15ミッドフィルダー井上雄大、背番号39ミッドフィルダー重松健太郎、背番号23フォワード豊島明、背番号38フォワード久木野聡、監督は相馬直樹監督です。勝利への強い意識を持って挑む今日の一戦、仕掛けた監督は中堅の音楽を高め続ける生徒のアイデアでゴールへの壁を打ち破ろう。勝利への思いをこの声にボールに足に込め、緑の選手たちと共に今一つに会おう。ワーソール、松本山学士スターティングメンバー、背番号1スミス・ダイネル、はい、トーマ・タケミ、はい、ランドロン飯田正樹、はい、トラコ・ジュニー木山光平、はい、ランドロン田中ハイマン、はい、トラコ・ゴン
ベッドヒロシ、はい、ブランコ30、バカイデンです、はい、ブランコ7、竹井拓也、はい、ブランコ17、飯尾龍太郎、はい、ブランコ8、ミリアン、はい、ブランコ38、前田大然、はい、ブランコ5、ドリナチアス、はい、ブランコ10、ワッシュンデルが勝ち上がります、掴み取れ今日
走り出せ松本山が掴み取れ今日の勝利を。してさあ行くぞ山が走り出せ松本山が掴み取れ今日の勝利を。はいはいはい、おー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 、勝利を目指してさあ行くぞ山が走り出せ松本山が掴み取れ今日の勝利を。松本山が